再結集です。なんと本日3月21日超最高な日やってまいりました。でですね、本日はまたトルクレザーズさんに来ました。ドーン、はい、来たよ。わあ、外観もめちゃくちゃかっこいいでしょ。ということで早速中に入っていきましょうよ。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。どうも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 。はい、ということでですね、これ新しい動画をちょっと今撮っております。なんでかというとですね、東京 BB さんのライブのあれでアッパさんとか今来てるんですけど、今年の3月の21日めちゃくちゃすごい運気のいい日なんですって。だからその日に僕ちょっと聞いてですね、お財布をちょっとその日にこうなんか新調したいなと、思ってまして、まあ、ちょっとせっかくだからアッパさんにちょっと作ってもらって、なんかこういいものを、いい運気をもらおうかなと思って来たんですよ。ということで、ハッタさん、はい、たびたびすいませんね。はい、こんばんは、こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハッタさん、財布、俺財布欲しいっす。リアルみたいですね。はい。はい、これ見てください。こういうのハッタさんが、ね、これってハッタさんがだってリアル作ってるんですね。そうですね。トルクレザーズはもともとヘルメットとかやらせていただく前にですね、はいはい、レザークラフトと呼ばれるこう手縫いの革ですね。ってことでしょ？はい。ですよね、手作りで作ってるっていう。ハッタさんにちょっとそれお願いしたいんですか？ありがたいですね。はい、いや、もうぜひぜひ逆に使ってもらえんだったら。ちなみにじゃあ作ってもらうのに、はい、どんなものがあるのかちょっと紹介してもらいたい。そうですね、なんかあります？イベントなどでも好転でたまにさせていただいてるサンプルとなるこううちのラインナップのウォレットたちが、うわー超すごい。これ全部ハッタさん作ってる。そうです。もう何年も前から徐々に徐々にこう一つの形をお客さんの声を聞きながら改良していってブラッシュアップしていくんですね。こんなの作れる？もともとこっちです。もともとこっちです。このロングウォレット系の形が構造的に人気で使いやすくてと、はいはい、僕、はい、理想があって、はいはいはい、お札を折りたくない。あ、なるほどなるほど。まあお店もやってるんで、はい、集金したやつも入れたいっていうのもあるんで、はいはい、まあ、ある程度のこのお札の入る幅とかも、はいはい、なんかそういうのも欲しいね。そうですね、はい、ありますよ、ね、そうですね、風水的にとか、あ、そう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 できればなんですけども、はいはい、まあ、曲げないで入れるのがいい、うんうん、いう感じなわけで、はい、まあ、そういうのもあってこうロングウォレットかっこいいなですね。やっぱりこうそれとかも見たいですね。そうですね。でなんでこれはこうデザインがこう丸くしてあるんですか？なんかそれなんかいいじゃん。もともとこうバイク乗りで、うん、まあバイクのハーレーミーティングでみんなで走って遊んでるわけなんですけど、うん、よくまあお尻に入れて走るわけです、はい、はいはい、有名なところのこうポケット系にこの丸みがですね、はいはいはい、入れた時に奥にこう、はい、あー超考えてるじゃないですか。これのホールド感がいいんで走ってる時に落ちないでしょうと。そういうことか。そうそうです。で、うちのこのロングウォレットたちっていうのが、はい、まあ、構造的に、まあ、こういう感じなわけなんです。で、蛇腹でかなり広くなるので、はいはい。それカード入れるとこついてるんですか？あ、そうなんです。これシンプルに見えるんですけど、はい、結構カードもちゃんと入りまして、でまあ、小銭入れがまずあります、はいはいはい。で、この中にですね、こんな感じでつなぎ目があるんですよ、はいはい、そこもカード入っちゃう。あ、なるほど、なるほど、はい。まとめて入れるタイプだ、カード。あ、そうそうです。で、こっちの方にも、ガサッとこうカードで最後に後ろにお札と、まあ、スイカとか2個あるんですね。はい、なるほど。もうこの顔の厚みでピッとこういけちゃうので、ね、この仕事から遊びから使えちゃうという感じなんですけども、はい、まあ、シンプルなんですけども、はい、ガサッとカードを入れることでですね、あ、なるほど、はい、はい、いろいろと楽に使えるよという、はいはい、とこでして、そうですね、はい、これもちょっと見たいですね。あ、これの方本当にこう差し込みタイプで、はいはいはい、まあ、ボタンとかより使わないこう、はい、なんでしょう、いかついバイカータイプと言いますか、はいはい、人間と同じであれですね、日焼けするんですね。ああ、そうですね、こうエイジングっていまして、かっこいい、ちゃんと深みが渋みが出ますね。すごいすごい、これとか超こういうのかっこいいですね。四角だとまた雰囲気がグッと変わり、ね、そうですね、そうですね、はい、そういうカードケースいいですね。そのカードを入れる、そうですね、うん、そういうのはすごいタイプです。縦長系ですとやっぱりこういうのでカードを傷めない幅でなんとかこう入れられたりするので、はいはいはい、まあ、これの四角とかに関しては特にこのいいです、ね、カード差しはよくカスタムでやってますね、はいはい、ボタン系は使いやすいということで、あ、まあ、この丸のスタートもこのボタンからなんですけど、はいはい、あ、なるほど、そうなんです、の四角バージョンでございます。やっぱりいいですね、しっかりしてて、まあ、そうですね、パチンとやるのがやっぱり一番シンプルで簡単に使えると。なるほど、はい、あと、はい、ごめんなさい、僕やっぱり、はいはいはい、基本やっぱり赤っていうのが好きで、これ皮とかも赤とかできるんですか？ちょっと特別な皮があと少し残ってるのはあるんですけども、まあ、ちょっとやろうかなと。マジですか？アルバムですけどね、はい、赤がいい、赤がいいですよね。赤がいいです、赤がいいです。そうですよね、岸さんに使ってもらいたい、はい、いい赤があるんですよ。本当？
お楽しみで、もしよろしければ。はい。形はこういう長財布がいいです。ボタンの、そうですね、がいいです。了解です、了解です。なんかそんなイメージで、じゃあお願いしちゃっていいですか。じゃああとはうちの方でお任せで。それはもう八田さんにお願いで、もうお任せ以外何もないですよ。ということで、じゃあすいません、じゃあその辺、はい、お願いしていいですか。了解しました。じゃあこの模様は後日3月21日に、はい、また撮りたいと思うので、続編でこのまま皆さん次いきます、はい、お楽しみに、はい、頑張りしていただきます、はい、じゃあ畑さんすいません、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。バイバイ。まさか出来上がっちゃいました。はい、マジいう感じで。マジですか、ね。忙しい中、確定申告あって、なんかいろんなイベントあって、はい、開けてみていただきたいなと思うんですけど。ちょっとじゃあ、どうしましょう。持ってます。持ってます。いいですか。これ？そうなんです。この箱開けられるように少しやっておりますので。いいんすか？はい。やばいぞ！ちょっとすげえ楽しみなんですけど、いいんすか？どうぞどうぞどうぞ。お邪魔します。はい。ぐーわ！かっこよ！ありがとうございます。いや超嬉しいんだけど、赤、岸さんらしい赤で、めちゃくちゃやばい。しかも真鍮、これなんですか、この真鍮は。ちょっとテル渡辺さんの、はい、特別にオーケーいただいて、はい、その赤とかにも使いたいなっていうので真鍮を作ってもらってたんですよ。これやばいわ。ちょっとそれをこれ開けていいんですか。あ、どうぞどうぞ。柔らかい皮が。そうなんです。うわ、カードも入る。あ、そうなんす。これめちゃくちゃいい。お話ししてたその仕様をやらせていただいた。うわ、これ超嬉しいっす。いいんすかこれマジで。うん、これ浜奥レザーが出している、はい、まあラティーゴって呼ばれるですね。はい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 。超かっこいいやん。そうなんですよ。やばいっすね。自分の方でも染めながらまたより濃い赤に。これはやばいっしょ。うわ、マジ嬉しい。皮っていいんですよ、本当に。そうですね。これは嬉しいですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に忙しい中。ぜひちょっと使っていただければ。ありがとうございます。はい。はい、八田さん、はい、いろいろ ご指導ありがとうございます。いいいい、ありがとうございます。カードの、ね、入れ方を今教えてもらったんですよ。そうですね、はい、おすすめの使い方がありましたので、ね、はい、じゃあ、はい、ちょっと開けさせていただきます。お願いします。お願いします、はい、で、まあ、中身こういう形になるわけですよね、はいはい、でもこちらの方が、まあ、実際ですね、こうやって開きやすいカードで、柔らかいんですね、本当に、うん、そうですよね。オイルレザーを使っているので、と免許証、じゃあ保険証とかですね、はい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 、ここのつなぎ目の縫っているところ、ポケットにですね、ポケットに入ります。はい。マキさん、こちらのお守りとか、そうですね、入れてらっしゃる。はい。という形で、こちら真ん中カード合算。はいはい。ですね。カード合算。はい。の後に後ろに2つ。そうですね。はい。2つ。はい。という入れ方をしていただきますと、はい、非常に仕切りが、はい、やりやすい。そうですね。整理しやすい。ここは大事な、その仕事で使うようなカードを見せやすいと。ですね。はい。ああ、ありがとうございます。なので、まあ、バイカーズウォレットとしてこう作るわけです。やばい、マジ超最高。はい。結構いつでも使いやすいような。はい。なってますよ。硬くないから、僕今まで使ってたすごい硬くて。なるほどなるほど、はい、オイルレザーって呼ばれる、はい、オイルをふんだんに含ましたものになるんですけど。なるほどですね。はい、八田さん、はい、今後年一にやっぱりこう変えたいです。あー、なるほど。八田さんのところで年一回、また次翌年の、はいはい、こういい日だっていう日がまた訪れてくると思うので、その日に合わせてまた八田さんに作ってもらいたいです。 ありがたいです。僕革すごい好きなんで、ね、本当に結構ジャケット、はい、ショットさんとか持ってるんで、なんで、まあ、ちょっとそれに合うような、あ、いいですね、ちょっと今後もいいっすか。はいはいはい、ぜひぜひ。もう嬉しいわ。頑張りしていてください。いや、八田さん本日ありがとうございます。ありがとうございました。いや、マジ超嬉しすぎます。こちらこそです。はい、もうなんかこういう風にいろいろとやっていただいて本当に嬉しいです。こちらこそですよ、はい、で、八田さん、この前のほらジャパネット貼った、うん、はい、どうでした、はい、じゃあ皆さん紹介します。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット貼った。どうぞ。はい、じゃあですね。結構どうでしたとは。はい。はい、
お問い合わせというか。ああ、おかげさまでかなりの反響を実際いただいてまして。マジで？動画の中だけの話なんじゃないのという感じではあったんですけども、連絡はいっぱい来まして。マジで？じゃあ、たくさんの人が結構、ね、じゃあ買ってくださったっすね。そうですね、ご予約いただきました。ありがとうございました。嬉しいですね。いや、そういうふうに八田さんいろいろやってくれるんですよ。ということで、はい、本日のジャパネット高田。ジャパネットジャパネット夢のジャパネット旗タッツさん、はい、本日は、はい、まあじゃあいっか、はい、そうですね、じゃあちょっとこの辺いっちゃおうかな選んじゃう。はい、こちらの商品どうですか。待って、これすごいですね。これシルバーですか。そうですね、これテル渡辺と、はい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 、あのうちの方でとりあえずちょっと、はい、ポンチョとかをやらせていただいて、はい、作家さんの、はいはい、ポンチョになっております。はい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 、はい、こちらの方、はい、特になんですけど、はい、横から見ていただいて肉厚なんです。うわー、でもすごいですね。一点から作られるような方なわけなんですよ、はいはい、でそれの作品で、はい、一番うちの中でも、はい、まあ重い目方のある銀の、これかっこいい。これシルバーだよ、やばいよ。プリプリでございます、はい、そうですよね、はい、これすごく人気なものではあったんですけど、はいはいはい、まあ昨今の銀の高騰ですね、はい、そうですね、高騰ですね、はい、高いですか、いうのがまあちょっとありまして、はい、なかなか作るのが難しくなってきたな。あ、なるほどなるほど、はいはい、ということでちょっと一回これの作品のポイントを見てですね、はいはい、を止めているようなものにはなっております、はいはい、なるほど、はい、ちょっと開けてもらいましょうかね。了解しました、はい、でまあ、こちらのシンプルな形でこれはかっこいいな、はい、という風になっております、はい、まあ小銭入れから始まりまして、はいはい、まあ、このつなぎ目カードを入れやすいですね、はいはいはい、これはまた最高じゃないの。お札とスイカみたいなですね、はいはい、感じになるわけです、はい、これお値段はちなみに、はい、でこちらの方ですね、まあ、はい、あ、それがね、やっぱり作品として出させていただいているものなんで、まあ、そこそこ、ちょっと待って、69,000円のタックス、69,000円いくらでございましょう。69,000円足すことの、6,900円にします。わ、75,900円が75,000円、はい、ね、はい、はい、が限定1名様ですね、これね、一応これ一点もので、はいはい、すぐにお渡しできるような、はいはい、ものになってるわけですけども、はい、税込みで7万円ちょうどでマジですか。まあ、いかがでしょう。7万円ジャスト、もう消費税がほとんどなくなってますね。まあまあ、私もうね、ちゃんとね、いいですか、はい、いいですか、納めさせていただきます、はい、いいんですか1名様、はい、じゃあどういうふうな1名様ですか。メールなり電話なりなんですけども、はいはい、まあ、岸中部の今回の動画を見ていただきまして、はいはいはい、一番最初に、まあ、どれかの形で連絡いただいた方に、はい、お答えさせてもらおうかなと思います。早めの話ですね、はい、うわー、これ嬉しいです、ありがとうございます。ポンポンチョちょっと今出せるのもこれしかないので、はいはいはい、もう絶対だって出さないもんね。そうですね、値引きなんてしないでしょ。あ、もうこれは作品さすがにここまでのは取っちゃいませんので、取っちゃってすいません、はい、ということでスーパー夢のジャパネット貼ったこれ毎回恒例になってるから貼ったさんも嫌でしょ。いや、まあ楽しいですよ、楽しんでありなんですけども、はい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 、はいはいはい、ありがとうございます。ということで1名様だけですよ、はい、はい、せっかくなんでね、毎回こういう動画撮らせてもらって1名様だけよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ということで皆さんね、はい、ご視聴ありがとうございます。八田さん、ぜひお店に遊びに来てください。こうやってめちゃくちゃバイクあるんでね、はい、ね、偽物ですよ、リモじゃないんですけども、本当に八田さん、ちょっとこの車両紹介今度ぜひやらせてほしいです。ぜひぜひ、はい、お願いします。ね、これは超かっこいいでしょう。ということでですね、ありがとうございました皆さん。それではまた次回、バイバーイ、ありがとうございます。